かしたい気持ちを持ち続けていただいて、民主主義と平和主義とそして立憲主義を守って、どうか戦いをもう一度始めていただきたいと思います。今日は暑いので盛り上がっていただくのはいいんですが、熱中症とか気をつけてくださいね。実質が上がらなければなかなか消費に向かいません。想定外に輸出が増えない。世銀がアジアの成長見通しを下方修正しました。これまでのスピードから鈍るのに、実質賃金が改善するのか。あまりですね、我々の3年3ヶ月ももう口汚く言うのはやめた方がいい。一国の宰相としてこういう委員会の場でそんなことを長々と答弁するのは、私はあまりかっこよくないと思いますので、今被災者がどれほどの数今被災してどういう状況なのかの把握が大変な状況です。日本障害フォーラム熊本支援センターの案内です。避難所にいる障害者の夜間の見守り、こういった場所があることも含めて、河野大臣、障害者に対するケアについて戦いはここから再度スタートします。立憲主義と平和主義と民主主義を取り戻す戦いはここからスタートします。